はい、じゃあ、さしこちゃんです。くぐり出しの花付近、やばね、今日で、今日で、あ、今日31日ですね。今日で36。今日で3、あ、違う、37。37日目で31日ですね。今日はね、1月最後です。はい、月曜日です。よろしくお願いします。頑張ります。はい、じゃあ、まずは刺し子と小銀天が昨日で終わりました。天使お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、天使がいます。じゃあ天使の方から一言ありますか。はい、ありがとうございました。たくさんまたね、今年もできてよかったです。刺し子の材料とかは引き続き置いているので、まだ気になる方は津軽工房社さんの糸とかもあるので、はい、ぜひご覧ください。いいですか。作家さんのとかも全くなくなっちゃうんですかね。全く、全くじゃない、もともとうちに置いてた作家さん916さんとかは引き続き置くので、うん、ああ、そうなんですね。返す分もあるけど、まだ、まあ、あるものもある、はい、そうですよね、材料とかもありますしね。はい、ありがとうございました。刺し子と小銀天で終わりましたね。もう一応昨日までということで、どうでしたか土日は。選手、土日は材料とかを買いに来る方が多かった。ああ、そうなんですね。まあまあね、今やっぱこうコロナの関係でね、全く影響を受けてないかっていうとそんなことなくて、やっぱりで昨年、まあ昨年もあれだったですけどね、コロナだったですけど、やっぱり影響ありますよね。そうですね、しょうがない、しょうがないことではありますけどね。まあでも来年、また来年やるならね、今年よりも状況が回復してやりたいですよね。何もこう気にすることなくお店にね、来れるような来年になってるといいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ店主ね、あ、あれ店主もありがとうございますですけど、来てくださった皆さんと参加いただいた作家さん、ありがとうございましたね。また来年あると思いますんで、よろしくお願いします。そして週末もコメントをいただいて、ちょっとその紹介をしようかな。ですね、まずはね、うさこさんからコメントというか、まあコメントに対してまた再度コメントいただいたんですよね。十字花刺しのやつで、アレンジは自由自在なのでっていうので来てて、僕は返信したんですけど、まあ僕は糸選びとアレンジパターンでいろんな感じになりますよねっていうの。もし次何刺そうかなと思ったら、十字花刺しって思い出してくださいって返したら、またそれにコメントいただいて、そうなんですってきましたね。実際に刺したものを見ることで、ああこういう刺し方があるのねとか、この色の組み合わせ思いつかなかったけど素敵だから真似してみようかなとか思えるので、店主さんの作品が増えるといいなってきてますよね。うさこさん、ありがとうございます、ね、だいぶね、先週がまたいろいろこう刺し始めてるのでね、紹介できるのはどんどん。この間の刺し終わったんだよね。ああ、そうなんですね。ああ、あれですよね、なんだっけな、この方眼ガイドでだるまの、それまた後で言いますね。じゃあね、ちょっとね、まずはうさこさんですね。コメントありがとうございます。で、次いただいたのが、渡辺久美子さんがですね、ちょっと、ま、結構前のそのアイフィッシュさんの最初にというか、まあ、この刺し子ちゃんで最初に紹介した、あの、店主がそわそわ、刺し子デザイン帳のやつの図案に挑戦したっていうののコメントが
結構前なんですけど、でそれにコメントいただきました。まあ、綺麗って来てますね。綺麗、布、綺麗びっくりマークが来てますね。布と説明書と針のセットになったのしかやってないからはすごいって来てますね。でこういう前の動画にもねコメントいただいて、また返信はするんですけど、まあ、もし渡辺さんが今日の動画を見られてたら、これで紹介するので、またぜひどの動画でもいいんでコメントくださいね。針のセットには、そのね、針、布と説明書と針のセットになったキットですね、しかやったことだから、なんかやっぱこういろいろできるっていうのを知ってもらえるのが嬉しいですよね。方眼ガイドね、在庫がなくなってきましたね。渡辺さん、ありがとうございます。初めてかな、初めてじゃないような気もするけど、なんかでも前くれたような気もするけど、初めてないような気もするけど、ありがとうございます。またコメントください。なんかいつもくださるとこを覚えていくんで、ぜひコメントください。最近ので、またそのハイフィッシュさんのを参考にっていうのをあげたんで、それが大好き方眼ガイドとだるまの4色糸でアレンジ刺し子してますっていうタイトルであげたんですけど、それ週末ですね、週末というか昨日ですね、日曜日にあげたんですけど、それにコメントをいただきました。佐藤さん、素敵ですねって、完成が楽しみですって、なんか完成したみたいですよ。また今日はないみたいなんで、また店主が持って帰ってきた時に紹介しますね。じゃあそれまではちょっと楽しみにしておいてください。でアルチさんも同じその方眼ガイドのやつで、素敵ハートが来てますよ。素敵ハート、ハートは大小2つの素敵、ほら見て、これ店主、ほら見て、素敵大小、白地に白かっこきなりもいいですねって来てますよ。ね、あれが良かったね、やっぱね、白にあれ刺すことでね、締まった感じになってね、でなんかね、最後は立体感っぽくにも見えてね、立体感が出てたよね。あ、ここだ。うん。ね、でコメントいただきました。あとは昨日個人のインスタの方にも、僕ですね、店主じゃなくて僕の方の個人のインスタの方にも一応こうありがとうございましたの気持ちをインスタグラムに書いたので、それをまた見ていただけるといいなと思ってます。そっちの方は星さんですね、星さんからコメントいただいてて、まだそっちも返信はしてないので、また今日どっかのタイミングでさせていただきます。星さん、ありがとうございました。人は気づいてないコメントあるかな、もしかするとあるかもしれないけど、多分大丈夫、コメント大丈夫だと思うんですけど、結構その土曜日に刺し子、土曜日に早朝で刺し子したんですよ、店主。はい。で土曜日には津軽工房社さんの鮮やかな糸のやつ、メデルのあれもアップして、土曜日は2つアップして、日曜日はその今言った方眼ガイドのやつアップしたんですよ。なんかやっぱね、まあそのアップしたからかもしれないけど、なんとなくこう肌感覚で見られてる、前よりも見られてる感じがするんですよね。視聴数とか見るから少しずつこう登録してくださる方も、まあ、ちょっとずつ増えてるはいるんですけど、なんかこう週末ドタバタって増えたような感じもします。だから嬉しいですね、ありがとうございます。また来年の刺し子展に向けてもうちょっと見られるようになればね、またこうここで紹介したりとかするのをね、いい紹介、広告効果にならないかなと思うんですけどね、まだまだ全然見られてないので、まだ1年あるんでね、頑張りましょう選手。1年、まだ何もでしょ、1年後はこういうのしたいとか。
まだよね。まだよね。あ、そう、今年ね、この後だから、今日はちょっとまた別で紹介するけど、今日も刺し子が昨日までだったんで、刺し子の話ですけど、まただ、あれね、次は、緑園展ね。緑園展はまた撮りましょうね、じゃあね。終わって。しっかり終わって、作家さんとかにも返して、商品をね。緑園展のまた紹介を改めて撮りましょうかね。はい、じゃあコメントをいただいて皆さんありがとうございました。刺し子終わりましたけど、刺し子していきましょうね。はい、そしたらそうですね、あと紹介は今刺してるのがくぐり出しの花付近ですね。ヤバネさん、ヤバネさんですね。オリムパス製紙株式会社、ちゃった、製紙でしょこれ、この難しい字、店主に一回聞きたかったんだよね。製紙じゃないのこれ、製紙、糸が2つで紙じゃないの、違うの、知ってる方いたら勝手に製紙株式会社、もう会社って字ももう昔の字だからさ、でも製紙じゃないかなと思ってるんですけどね。で、伊藤はだるまさんですね。横田株式会社の刺し子糸、40メートルの硬化製を刺してます。なんかこうオリンパスさんと刺し子、あえてだるまなんですけど、この間ねちょっとコメントを返したんですけど、ちょっと前に、ちょっと前じゃないな、どうだったかな、佐藤さんがね、なんていうかな、そう、これオリンパス、オリムパスのマーガレット柄、店主わかります、マーガレット柄、あ、分かります、と、を刺して完成して、今度は一目刺しの流し十字始めましたっていうので、もう全然ピンとこなくて、そのコメントを紹介してる時にはピンとこなかったんですけど、一応コメント返した時までに調べてコメントを返したんですけど、結構大変ですよね、マーガレット柄も。マーガレット柄、私ももう途中でやめた、あら、やめて、もう周りだけでおしまいにしたおしまいにしたってで、その流し十字っていうのも分からなかったから調べたら、結構流し十字もなんかあんま見たことないような、確かに名前の通りなんですよ、流し斜めの十字みたいな、うん、ね、こういう中まだまだ僕も全然ピンとこない、うん、ピンとこなくて、マーガレット柄も確かに大変そうでね、色を変えようと思ったらもうものすごい大変だった、ものすごい大変だった、そんな、ね、そんなするのがあったって話だったんだけど、いや今はもうくぐり出し、オリンパスだからね、くぐり出し、またね、これが終わったら、これが終わったらもだし、この、まあ、全然やってないけど、もう一個のね、一目出しの買ったのを全然やってないあの図案を作るっていうので、うん、それ全然、あれもうね、今 下書きっていうか、サイズを測ってパソコンで図案書くっていうところを一回しかしてないんだけど、あれもやろうかなと思ってます。まああれはもう本当にこれ以上、今やってるの以上にゆっくりやっていくつもりなんで、まあ、楽しみながらやりたいなと思ってます。これが今ね、半分がなかなか、最近思ったのはコメントを読んでる時に手が止まってるからあんまり進まないっていうねあんまり進んでないのをね、まあまあでも今回はほら何日までに完成させるっていう目標はないから、前回は50日、佐藤さんに応援してもらって、まあ佐藤さんだけじゃないんだろうけど佐藤さんの強いプッシュっていうか応援で50日、最初いけないんじゃない、いけないっていうか、テンション70日ぐらいってなんか言ってたような気がするけど、
50日で終わりましたよ。前回のあの尻尾つなぎはね。その前の分胴つなぎは58とかかな。ねえ、やっぱもうあれはもう全然こんな運針とかしてないからね。もう一回刺して抜いてみたいな、ね、本当に一針一針やったから、今回はもう本当に。でも真ん中のね、刺し子刺し終わったらね、真ん中というか中身の刺し子終わったら、その周りを刺して、あとはくぐり、くぐりもでも簡単とはいえ結構これ全部ね、またくぐりはくぐりのこの難しさっていうか、こう大変さが出てくると思うから、またそれはね、やりながら感じたことを伝えできればいいかなと思ってます。初めてだからね。あれ、よっこらしょ出ました。よっこらしょが出たよ。もうその動画撮ってんだから、よっこらしょとかもう今朝まで、ちょっと今朝の話すると、子供たちを今日店主が送ったんですけど、外でね、でっかいくしゃみしたんですよ。もう響き渡るほどの、もうね、まあ誰もいないっちゃいなかったんですけど、まあ、家出ならまあわかるけど、こうもう外ではちょっとこう音が広がらないように、こうなんかあるでしょうよ。もうびっくりした、あの響いたもんね、ちょっとね。ヘクションの部屋が大きいんですよね、店主ね。ヘクションの部屋が大きいから、一回人を引きつけといてくしゃみするみたいな感じですよ。びっくりした、もうお願いだからちょっとやめてって思わず言ったもんな。外ではやめてって言った。いや本当よ、あれ いなかったかもしれんけどさ、びっくりした。何の話してたか忘れてた。あと横らしょだよね、六らしょって言ったからね。子供がね、真似して横らしょ、うん、そうよ、変な階段上がる時も、そうよ、もう本当に。いやいや、子供もだけどさ、ヘクションびっくりした。まあね、そんな感じでしたね、今朝ね、送り迎えの時。ああ、いいとこ抜けた。ああ、もうでもだいぶ過ぎた、時間が過ぎてる。いいとこ抜けた。これでもまあね、ゆっくりコメント読んでる時さしてないけど、楽しいですけどね、コメント読んで、なんかコメントいただけることがありがたいですしね。これ足りるかな、これ糸切り、あ、足りるか、びっくりした。あ、そうね、足りるね、大丈夫ね。最後まで行くとでも長くなっちゃうな、多分今18分だから、もうちょっと。でももう撮ってる動画ないからね、もう。あっちの紙とペンシルの方は動画を、その土曜日に朝と早朝さしこちゃんをした後に、その紙とペンシルの方も撮ったんだけど、あれまあアップしたかったんだけど、アップできなかったんですよね、いろんな時間的都合で。今日それもアップするしようかなと思うので、まだまだ全然見られてないんで、もしよければ見てください。 URL はこの概要欄の一番下に貼ってます。あっちの方は話したかな、話してないかもしれない。自己紹介を聞いてるでしょ。店主にも聞いてる。自己紹介をいきなり紙とペンシルですって始めたら、この人何なんだになるから、ちょっとこういう人ですっていう自己紹介を考えようみたいなのを撮ったんですよ。これさしこちゃんだったらこう言いますわ、いろいろ、こうお前の店の店主がお前の店やっててとか、それとそれの
ためにさしこちゃん始めましたとかいろいろ言うじゃないですか。こうやってるこの人は誰なんだっていう疑問が多分初めて見る人はいると思うから、それを考えるとこからやろうっていうのも初めて、まあとりあえず何でもこう考えたりとか、まあ考えたりですね、考えたりとかをこう紙とペンを使ってやろうかなと。店主にね、話した話とかもね、言ったりとかしてるんですよ。あのさしこちゃんではちょっと説明するとちょっともうわけが分かんなくなるようなの、やっぱ紙とペンがあると説明がだいぶつくのよね。汚い字だけど、さしこしながらこう言葉で伝えるのって難しいから、あとはね、将来的にはというか分かんないけどね、折り紙もしたいって思ってるよね。急に言いましたけど今。昨日一生懸命ね、子供たちとカエル作ってて、あのね、いいのよ折り紙って。知ってる？折り紙っていいのよ。知ってるよ。知ってる？何がいい？天使、何を知ってる？言ってごらんよ。折り紙の何を知ってんの？折り紙っていいんだよ。言ってごらんなさいよ。ねえ、まあそういう、まあそうだけど、折り紙ってほら、手動かすし、頭使うし、いいのよ。本当に。でね、まあもしこう、まあもしってそんなあれかもしれないですけどね、こうまあもうあるんだろうけど、まあ、これも調べてないから、 YouTube とかでこう今ほらさしここれしてるじゃないですか。 あれの折り紙バージョンも ありだと思ってるんですよ。ただこのさしこの中でいきなり折り紙でできたら、なんじゃさしこちゃんって言ってるのになんじゃってなるから、折り紙ちゃんになっちゃうから、紙とペンシルのやつでもうずっと何かを考えるも面白くないと思ってて、もう差し子でできないことをあっちの方では やっていこうと思ってるから、折り紙をしようかなっていうのもちょっとあるけど、まあ唐突すぎるからまだしないけど、なんかそういうのはちょっと思ってるんですよね。僕が思ってるのはその、あ、これどうしようかな、やる、ここまでやったらなアップするの長くなりそうだよな、どうする。どうする。とりあえずこれ引っ張って終わるか、引っ張って終わって、明日一人だから。お、何、なんかすごい突っ張ってる。お、突っ張りになってる。ああ、そうね、そう、引きすぎるとそうなる。突っ張ってる。ちょっと、お、ここも突っ張ってる。ここもなんかちょっと突っ張ってるね。ここちょっと待って、折り紙の話してたらちょっとなんかちょっと突っ張ってる感じがするね。何、おい出てきた、おい最後になって出てきた、おい何出てきた、でこうやってするじゃん。ああ、ああ、ダメだね。あ、いいじゃない、ちょっと引っ張りすぎやね。おい、ちょっとやめて、ちょっとやめて。なんか天使が、あ、ここが緩くなったかな。あ、いいです、いいです。おお、難しいね。そんなことないですよ。天使のやからしたら、ここがなんか変ななってるな。ここがなんか変ななったな。お、ちょっとまた別の問題が出てきた。ここ何？ちょっと今ごめんなさい。ここをまず綺麗にして、で、ちょっとまた折り紙の話今度します。ちょっと今。ごめんなさい、ちょっとだ、え、何してるかよく分かんない。あ、分かるでしょ、見てくださってる方は分かってると思うんですよね。あ、話はまた、じゃあ折り紙がいいと思ってるんですよね、この差し込むの
ど、もしこう YouTube されたい人で題材がないなって思ってる人は折り紙をおすすめですよ。折り紙しながらめちゃくちゃ喋るっていうスタイルの人がいるのかがちょっとわかんない。多分折り紙を作るチャンネルはあると思うんですよね。作り方とか多分調べたことないけど多分あると思うんですけど、このさ今まあこのやりながら喋るスタイル、そういうスタイルっていうかそういうジャンルがあるとすれば折り紙もいいですよ、題材としてはね。あと思ってるのはね、絵画また急に変なこと言って絵画、あのいるじゃないですか、僕も知り合いに画家さんっていうかね、描く人いますけど、絵画もいいですよあのいや喋りながら、そうそうそう YouTube とかでも、いやあのなんていうの、書いてる一部指示を全部撮って、画家さんってそういうの見せないじゃないですか。いやだって一点物だから、真似してもいいのよ、あのその人の描く絵はその人にしか描けないものだから、一部始終を出して、でそれを気に入ってくれた人を買ってくれるから、あのやっぱね何の話、あの絵もそうだけど既製なものもそうだけど、もう当たり前にあるような感じだとやっぱみんなそれに感情移入しないから、やっぱそのできていく流れを見せていくことで気持ちが、あこうやってできて、絵画だったらねこんなに時間かけてとかってやっぱ高いじゃないですか絵画って。でもやっぱこれだけ時間かかってんだなとか、こんな苦悩があるんだなとか、そこまで知ってもらうとやっぱ買っていただけるとか、ごく差し支えは違いますけどね、僕の場合は僕の場合もこれ売り物じゃないから違うんですけど、引っ張った、店主どうですか、店主聞いてます今2人でやってますよ、はい、いいですね、はい、ちょっとここはもう長くなりそうなんで明日します、明日一人で静かにしますね。でも後半最後いい話をしたと思って、折り紙と絵画はいつか言おうかなって思ってたけど言ったね今ね、またいつか言うかもしれないけど、絵画と折り紙はおすすめですよ。なんかやりたいと思ってる人はぜひやってみてください。まあ刺し子でもいいと思うけど、よしつけた、28分7、今日ちょっとアップするのが遅くなるね多分。はい、じゃあ今日はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。